ビーターを使った演奏回路の基本的な作り方をご紹介します。スタート部分はブロックを置いてボタンを乗せます。スタートを中心に右へリピーターを4個置きます。レッドストーンを縦に伸ばします。次は左にリピーターを8個置きます。レッドストーンを縦に伸ばします。今度は右にリピーターを8個置きます。これを繰り返してジグザグになるように配置します。リピーターは設置した後ワンクリックします。変更がある場合はリピーターの上に数字を書きますので指定回数クリックしましょう。リピーターの間に音ブロックを置きます。音がない場所は何か別のブロックを置きましょう。動画の後半には数字が書いてある音ブロックが出てきます。数の大きさは音ブロックをクリックする回数で、色は下のブロックの種類を表しています。ピンクとグリーンは草ブロック、オレンジは木のブロック、白は石のブロック、黄色は砂ブロック、水色はガラスブロックです。この回路はアレンジして楽しむこともできます。ピンク、グリーン、オレンジの数字の下に境界ブロック、粘土ブロック、金ブロック、ウールブロック、骨ブロック、このどれかを置くことで音色を変えることができますので、自分だけの組み合わせでアレンジに挑戦してみてください。最後にスタート部分のボタンを押すと演奏が始まります。以上がリピーターを使った簡単演奏回路の作り方です。次は音ブロックに数字が書かれた画像を流していきますので、一時停止しながらご覧ください。音ブロック演奏は疲労回復に効果があり、疲れた体にリラックス効果と癒しを与え、毎日を生きる活力になるとも言われています。リクエストルールの動画を作りました。作ってほしい曲を一覧表で確認の上コメントに記入してください。ご視聴ありがとうございました。